て今回は鳩山外交デビュー、はい、ということなんですが、うん、まあ政権発足してたった1週間で早速まあ外交デビューですね、うんうん、しかも国連で演説ということでした、はいはい、でまずは一番大きな話題としては温室効果ガスの排出量、2020年までに 25% 削減、これはもう国際公約とも書いてる新聞もありますが、うん、まあね、もうこれはね、大した問題じゃないですよ。あ、そうですか。ね、要するにいいですよ、これ非常に話題になって、世界もね、ほう日本やるなということで、僕は成功だと思う。だけど鳩山さんはあくまで中国やアメリカがこれに従って、やってくれればやるというんで、やりっこないからね、中国もアメリカもということはやらないということです、うん、そうか。まず自分だけというよりちゃんと逃げ工場は用意してるわけ。なるほど、じゃあ、うん、すごく賢い、さすがと言いますか、なかなかアイデアですね。そうですか。それよりも今度はやっぱり、はい、訪米でね、とってもまあ成功だったと思う。この、ね、2020年 25% も成功だし、はい、今度の訪米は鳩山さんとそれから岡田さんが両方行ったんだけど、岡田っていうのは、ね、外務大臣ね、外務大臣、僕は大成功だと思います。クリントン、いや、そんなことよりも、はい、新聞が他に書くもんないから、各紙が一面からもずっとこれじゃない、もうこの外交の、うん、非常に成功だと思う、ね、はい、それから今度あんまり新聞は書いてないんだけど、やっぱりその、アメリカもあるいは G8 の国々も、なんで今度の鳩山さんの訪米が、ね、この大事かというのはね、つまり自民党のとアメリカの関係と今度民主党鳩山さんになってからのアメリカの関係がね、変わらざるを得ないんですよ。で、自民党の日本とアメリカの関係は冷戦中の関係なんですよ、はい、つまりソ連、ね、を中心にするこの東側、あるいはもう中国もそっちに入るんだけども、とそれからアメリカを中心にする西側が冷戦、厳しい冷戦にあった。何か起きたらね、これが熱い戦争にもなりかねないと。だから冷戦の間に結んだ日米関係、これが自民党はずっと引きずってた。で、ところが冷戦終わったんです。終わったよね。はい。いつ終わった？まあいいや、1990年です。でね、89年から90年かけて終わるんだけど、冷戦が終わった。要するにロシアは敵がなくなった。アメリカの。中国も敵がなくなった。と冷戦後、ね、の世界のあり方っていうのを自民党政府は見てこなかった。冷戦が都合がいいんでね。はい。つまり冷戦時代っていうのは日本はアメリカの言うことを何でも言うことを聞いてやればよかったんですよ。ソ連っていう敵がいるから、ちょっと整理させてもらっていいですか、はい、でソ連という敵がいるから安保条約の下でいざとなったら行きますよとい う, こう古文でよかったということでいいんでしょうか。もし戦いになったら日本はアメリカの行きませんよと、はい、だって日米安保条約っていうのは、うん、第5条に日本がどこかに攻撃されたらアメリカは日本を守りますよと、しかしアメリカが攻撃しても日本は行きませんよと、これ偏無条約だったんです。誠に都合がいいですね、はい、で、そして、まずね、冷戦が終わった、状況が変わった。もう一つ、イラク戦争でアメリカは失敗した。で、イラク戦争まではね、ブッシュ大統領、アメリカはこの武力でもってね世界をコントロールできるもんだと思い込んでたんですよ。ところがイラクごとき小さな国にですよ、もコントロールできなかった。つまり僕もね、そこは錯覚してまして、イラク戦争には反対でした。なぜならアメリカの言っている大量破壊兵器はないというのは分かりましたし、それからつまりアルカイダとも、フセインは関係ない、だからあれはおかしいということを分かってましたが、しかしそれにしてもおかしいけどアメリカが勝つと思ってた、僕は。だから勝てなかった。で、これでアメリカは、要するにアメリカをしてもね、この武力では世界はコントロールできないってことが分かった。それでオバマさんがチェンジというわけですよ。チェンジとは、一つは武力でもって、世界をコントロールできない、もう一つは、そして2008年に、
リーマンブラザーズ倒産で金融パニック、ね、経済がドーンと落ちたと、実は1989年90年代に、ソ連や、あるいは中国の共産主義が崩壊した。でやっぱりこの経済っていうのは自由主義経済だということで、アメリカが一極集中っていうのがあった、ね、アメリカにお金が集まる、はい、うん、ところがそれが破綻したということで、それから大きく変わる、これはチェンジですね。ところがそのオバマさんの言うチェンジがね、自民党はよく分かってなかった。だからアメリカがチェンジだから日本もチェンジしたんですよ。ああはい、だから自民党から民主党にチェンジですよ、うん、大きく言うと、うん、軍事と金融で大きくチェンジ、いやというよりね、つまり世界環境が、うん、あるいは国のありようが変わるってことなんです、うん、それでじゃあ今度鳩山さんと岡田さんは、アメリカ行ってどういうことを分かったと。僕はアメリカのね、気持ちがね2人とも分かって非常に良かったと思って、あ、どうチェンジするのかが具体的に分かった、うん、ということですね。で例えば鳩山さんで言えば、要するにね、日米同盟はもっと強化すると、で日米同盟は強化すると、しかし日米同盟強化するけどもアメリカは何も日本に集団的自衛権やってくれなんて言ってない、うん、こんなものはね冷戦の時代の話だ。でそうじゃないと、もっとねいろんな意味で、まあ一時ソフトパワーというのがあったけども、文化とか経済とかいろんな意味で協力し合おうということ、はい、それからもう一つ、アメリカがね一国でこれから武力やなんかで一国で世界をコントロールするのはもう無理だと分かった、だから協調だと世界がということなんですね。オバマの言うチェンジっていうのはね、一国から協調へってことなんですよ。じゃあで、うん、自民党はそこが分かってなかった、分かってなかったということですよね。それでだから今度言って、例えば具体的に言うと、岡田さんも鳩山さんもほっとしたのは、民主党はアフガン問題でインド洋で給油活動をしている、これが1月で期限が切れる、で民主党は撤退すると言ってる、やめると言ってましたよね。で、このことは岡田さんはクリントンさんに、ヒラリー・クリントンにぶつけてます。でヒラリー・クリントンはこれに対して、正式な答えではないけども引き合えていいと、いいんです、もうやめていいですよと、やめてやないの、はい、その代わりに何をやってくれますかっていうと、引き合えてはいいけども何をやってくれますかと、さすが。でそしてしかも何をやってくれますかっていうだけじゃなくて、ほぼやってほしいことも日本側に伝えてる、はい、要するにもう一つはね、でもっとちょっと途中で話がややこしくなって申し訳ないけど大事な話です、はい、オバマさんはアフガン戦争をやってますが、これは多分蹴りがつかないだろうってこともおばあさんは分かってる。だってイラクで蹴りがつかなくてアフガンでつくわけないじゃないですか。で彼はおそらくどうやってうまく撤退できるかということを考えてる。でもっと極端に言うと、だから日本に撤退をうまくできるように手伝ってほしいと、これだと思う。でその感触を鳩山さんも、この岡田さんも得た。で例えば具体的には一つはね、撤退した後やっぱりその、アフガン の、この警察力、これを強化しなきゃいけない。アメリカはイラクで警察も何も全部ねこのフセインの方の追い出しちゃったからむちゃくちゃになった。だから警察力を強化しなきゃいけない。この警察力強化に日本は協力してほしいと。で例えば警察官の教育です、こういうものをやってほしいと。